京都志向サッカークラブについて以下の二つがあり、それぞれこの記事内で記載する。かつて存在した日本のサッカークラブ。1922年に京都府主犯学校の OB のサッカークラブとして創部した日本プロサッカーリーグに加盟する京都産学会 c の前身となったクラブ。詳細は京都志向クラブを参照上記の京都志向クラブから分かれる形で、 発足した、サッカークラブ。詳細は、京都市高サッカークラブを、参照1922年、京都市藩学校の OB が中心となって、集球団が創設されたが、その後に消滅した。1937年、京都紫高クラブの名称で再発足した。1953年、第8回国民体育大会に参加して、教員の部で準優勝した。 1954年に京都志向クラブに改称した。1956年に天皇杯に初出場したが、初戦で中大クラブに敗退。1958年から教員以外の入部を受け入れて、教員クラブから市民クラブとなった。1965年に創設された関西サッカーリーグに参加。また、この年に創設された、 全国社会人サッカー選手権大会の第一回大会に出場した。1969年に関西リーグで初優勝した。1972年日本サッカーリーグの二部発足に伴って参加。1976年の第56回天皇杯全日本サッカー選手権大会で山口教員団を破って天皇杯初勝利を挙げた。 1977年、第2回 JSL カップでベスト8に入った。1978年、JSL2 部で再開に終わった。また、JSL2 部、地域リーグ入れ替え戦で、ヤマハ発動機に敗北して、関西リーグに降格した。1979年に関西リーグで優勝。初出場となった、全国地域サッカーリーグ決勝大会は、 決勝ラウンド2位の成績を収めたが、JSL2 部、地域リーグ入れ替え戦は定人に敗れた。1988年に、中央防犯や、松田王と広島などを破り、全社で、初優勝。関西リーグで4度目の優勝。全国地域サッカーリーグ決勝大会は、東京ガスや、読売サッカークラブジュニオールにセリ勝って、決勝ラウンド2位の成績。 1989年に JSL2 部に最昇を隠した。1992年、ジャパンフットボールリーグ発足に伴い JFL2 部に参加。JFL2 部で準優勝して JFL1 部へ昇格。1993年にクラブ名称を教育研究者 FC 京都パープルサンガに変更。8月10日、京都に J リーグを市民の会が設立された。 その後、約25万人の署名が集まった。また、市民の会が経済界に働きかけて、京セラが中核となって発足させることが決まった。1994年1月11日、運営会社となる株式会社、京セラパープルサンガが設立。資本金は18億2000万円で、そのうちの京セラが10億円、ニンテンドーが3億円を出資した。また、 クラブ名称を京都パープルサンガとすることも決定し、6月に名称が変更された。リーグ戦カップ戦サンガの発足を機にアマチュアとして選手活動を続けていく選手は2つのサッカーチームに分かれた。一つは練習生の受け入れ先となった教育研究者 FC で、その後数回の運営母体変遷と名称変更を経て、最終的には FC 京都ボム1993となり、2009年にアミティエスポーツクラブと統合し、アミティエ SC 京都を越しやす、京都 AC に至る。もう一つは従来通りのあり方で活動を続けていこうとした現在の京都志向サッカークラブであり、参加者から活動費を集めて運営。トップチーム以下、ユースや女子チームといったチームも存在する。 J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。2018年スタッフ、編集選手、編集ユニフォームスポンサー、編集ユニフォームサプライヤー、編集歴代ユニフォームスポンサー年表、編集、ハット ABCDE、クラブ概要。京都参画開始、2013年5月4日閲覧。ABCD、クラブ概要。京都志向サッカークラブ。 2016年2月21日閲覧。軽本拠の J リーグチームを市民の会が設立集会朝日新聞。1993年8月12日。2014年2月8日。閲覧 AB。J リーグ目指し。京都に京セラが新会社朝日新聞。1993年8月12日。2014年2月8日。閲覧。ありがとうございます。